はい、もしもし。え、オーディション合格だって？ありがとうございます。え、今から東京のスタジオに来い。大丈夫です、今から行きます。こんにちは。おう、来たか。入っていいぞ。ありがとうございます。今日は来てくれてありがとう。俺はディレクターのケン、そしてこいつがマネージャーの松田です。実は100人ほどオーディションをしたのだが、私たちは君を選ぶことにした。そんなにいっぱいいたのか。ありがとうございます。そうですね、決め手となったのは英語の勉強をしていますと発言していたからですね。そう、実は言っていなかったのだがな、我々は海外向けの英語のアニメを作ろうとしているんだ。海外向けのアニメ、任せてください、楽勝ですよ。とは言ったものの、俺 R の発音が苦手なんだ。君には日本人でバーナーを操る炎の侍シンと、そのサポートキャラの各2人を演じてもらう。じゃあちょっとモニターを見てもらえるかな。はい、そこに原稿が書いてある。今からその2つのキャラを1人で演じてもらえるかい。余裕ですよ、こんな程度だったら。もちろん。プレッシャーすごいぞ。まさかこの人英語ペラペラなのか。だが演じるのは俺だってプロ、ペラペラなふりをしてやるぜ。 Hey Shin, Do you have time? I need to talk to you now. No, I can't. I'm trying to adjust my boner now. You've been trying to do that for a while now. Just admitYou can't control your boner! ケンさん、こいつやばいですよね。 Shut up! Cock! Don't touch my boner! 通報しておきますか。発音良すぎてなんて言ってるかわからない。ケンさんって IQ3 とかですか。そのまま次のシーンもやってもらえないか。もちろん。よし、俺ペラペラに聞こえてるみたいだな。このままやれば大丈夫だ。次も行くぞ。 CockWhich do you think is stronger? Your sword or my boner? わざとかこいつ。 I don't know which is stronger, but my sword is sharper than your boner! ケンさん、もう終わりにしませんか。具合悪いのか。具合悪いなら帰っていいぞ。なんか二人ともアホそうなので帰ります。お気をつけて。しっかり休むんだぞ。俺がバカなのか、気にしすぎなのかな。ん？俺、松田には言っていなかったが、実は英語が喋れないんだ。発音も僕みたいにすればペラペラになりますよ。君みたいにか。次のシーンもやってくれないか。シェン、 We have to save your friend now! Yes! That's on the front boner. With my boner and your sword, we can help him anytime! すごすぎる。君に英語を教えてもらいたい。 Be friends with me on Discord. OK, but this is my boner phone, so I don't have data. That's your boner phone. Amazing! バカとバカがバカなこと言ってる。まあいいや、帰ろう。